シャニムニロック特別企画、24時間無人島サバイバル。ワンマンライブの強化合宿として選抜された5人が無人島で生活するこの企画。前回まで参加していた朝倉、椎名、小倉は特別ルールによりサバイバルチームを卒業。新たに16区からは城間、白石、シャニパレからは浜辺が加入した。新たな5人で挑んだサバイバルは悪戦苦闘するも、なんとか火起こしと食料調達に成功。引き続きご覧の5人で翌朝9時まで無人島サバイバルを行う。前回に引き続きサバイバル系 YouTuber として活躍する元自衛隊員の特化軍小野寺が5人にサバイバル術を指南。よし、じゃあみんな腹も満たしたというところで、次に必要なのは何だと思う？睡眠、甘いもの、デザート。あー、いいね、食べたい。何言ったらバカ野郎、そんなこと隊長が言うわけないでしょ。そうか、夜も更けてきたところで君たちにこの精神の安らぎ、お風呂を作ろう。お風呂作る？お風呂作る。入らない気できました、私たち今日。そうだよね、はい、今日一日サバイバルで入れないと思ったでしょ、はい、だから下着持ってきてない。そこまで言わなくていい。続いては無人島でお風呂作り。ただお風呂といっても湯船ないよな、はいはい、どうするか。掘る。あ、わかった。あれだ、レジャーシート系でお湯温める系か、うん、そうだ、ね、そうだ。いやもう秘湯のプロが、いやもう本当に、ね、何パターンかしかないから、こっちが決めるパターンか、大体そこに作るパターンかね。16区といえばお風呂。これまでも自ら温泉を掘ってきた、いわば穴掘りのスペシャリスト。ここは16区メンバーの腕の見せ所。よし、じゃあここを軽く掘っていこう。はい、はい、何で掘るんですか？カニは何で取った？手。そう、俺たちには素手がある。わあ。そうだな、掘るということは熱いお湯が必要だよね。はい、でも下からは炊けないから、ここに焚き火があるじゃないか。この焚き火でお湯を作ってお風呂に溜めていこう。果てしないよ、もう見たことあるな。シャキッとせ、シャキッと。え、今回5人が作るお風呂は、まず素手で穴を掘り、ビニールシートをかぶせて湯船を作る。そこに焚き火で熱した焼き石に海水をかけて温水をためる。その名も海水風呂。果てしの。また。そういう人の先輩としてシャニパレの二人に何かアドバイスとかない？うん、まあそうだね、なんか、まあ、何も考えずに掘るんだよ、もう本当無心になりな。あ、なるほど、なるほど。考えてじゃねえ、もうあの自分が機械だと思えばいいのね。こういう仕事するロボット使いますよ。よし、じゃああらかた湯船できたね。はい、はい、そしたらここにシートをかけよう。はい、湯船を全部こう埋まるように行こう。湯船のこうそこか、もっと。そして真ん中ちゃんとくぼませるというか。ああ、なんか石とかないのかな。この上に乗せればさ、せーの。あ、いけそう、いけそう、いけた。心一つに。はい、目指すはリフレッシュ。おー、腰痛い。頑張ろう。そうだ、うわー、黒い、なんか、あー、黒い、なんかスナスナ。いいな、ほら、湯気出てる。やばい、急がないと。高そう。はい、次、急いで、急いで。え、やばー。ほら、お肉もう石冷えちゃうから、全然溜まってないって。はい。ありがとうございます。
うん、絆深まるなこれ。夜やっぱサバイバル感が強すぎて、ちょっとこの5人の絆がめっちゃ深まりそうな気がします。シャニパレの2人はどうですか？いやめっちゃ多分いいメンツだと思います。小倉とか口だけで何もしないであいつね。なんか聞こえたな。なんかうちのグループのメンバーの悪口が聞こえたような気がするんだけど。え、意味意味だから麦とチブはいい子だねって話ね。え、いや小倉は結局いや小倉とメムラね。もういいんじゃない？最高じゃん。いいよいいよ、十分だよね。結構いいよね。最高最高。よくない？よしよし出来上がったぞ。やったサバイバルお風呂だ。もう見てるだけでリフレッシュできそうだな。